けるいけるいける赤コーラ来てるけど、ほっ、はい、まどみさんこんにちは、ふうさんです。今回もマリオカート Wii オンライン対戦やっていこうと思います。ということで今回2回目だね、2回目のオンライン対戦。正直ね、周りのレベルがめちゃくちゃ高い。やっぱ今でね、オンラインやってる人はなかなかね、モサしかいないんで、まあ、強いの当たり前なんですが、私ね、今、レート5000、まあ、周り8000とかなんだけど、まあ、なんとかね、いて、まあ、なんとか、レート7000かな。とりあえず7000目標に頑張っていこうと思います。まあ、7000目標プラス、まあね、ショートカット、いろいろできるように練習していこうと思うので、応援よろしくお願いしますということで、クッパキャッスルね、ここそう、反対側に飛ぶね、ショートカットあるんだけど、正直ね、現役時代一回もオンライン潜ったことないんだけど、友達とね、ワイワイやってる時も全然ね、決まったことなかったから、一回決めたいの。うわー、サンダー早い、オッケー。このサンダーはいいでしょ、ボブヘイ怖い、待って、うわー、怖い。一回ね、ここの特大ジャンプかましてみたいね。多分1位の人とか決めてるよね、めっちゃ早いもんね。一応、キノコとかあればいけるし、一応なくてもね、うまい人を決められるらしいんだけど、正直めちゃくちゃむずいんで、このキンキの箱根で一回狙ってみます。今日さ、初めてのさ、人生初めてのホラーゲーやろうと思ってるんだけどさ、ダウンロードしたんだよね、ホラーゲー。まあ、青鬼と恐怖の森、まあ、その有名なさ、名前聞いたことある2つ、やばい、やらかし。一回さ、ダウンロードしてみたんだけどさ、一応配信できるかなと思ってテストでさ、その開いてみたんだよね、アプリケーションを。開いたんだけど、もうその時点で怖くてもう今泣いてる。もうタイトルのとこで怖くてもう泣いてるんだけど、どうしようみんな。いやー、めっちゃ置いてんだ、これ無理だな。そう、うまい、そう、このショートカット防ぐんだよね、あそこに偽アイデンボックス置いて、うまいわ。で、これ金キャラ使うか、サンダー振られてなくなっちゃったらもったいないんで使っちゃいます。意外とに、意外とに、1位の人ダントツだな。1位がダントツすぎるけど、まあここはトゲいったらワンチャンぐらいの気持ちで、まあ2位でやっていきましょうか。それトゲって間に合わないな、これ正直。はい、早すぎんな。なんかこういい、でも意外とさ、オンライン対戦初めて2日目の割に頑張ってるくない。2位よ、2位。周り結構レッド高いよ。だからここもなんか出ないから、あ、この赤はね、インコースいたら消える。オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない。でこのキノコワンチャンいけないかな。あのショートカットのとこにさ、やばい、消せる、オッケー消せる。ショートカットにさ邪魔置かれてたけど、これ時間だったら消えるから、消えてないかな、ワンチャン。消えてないか、めっちゃ置いてる。あれ消えなかったっけ、消える記憶あったんだけど、気のせいか。さあこれ炭消しちゃいまして、2位かな、2位、1、はーえー、あの人がレート8000後半とかだったかな。かっこいい、いい、いい。うまいぞ、なんか楽しい。じゃあマリオカートめっちゃ楽しい。どうしよう、みんな。ハマりそう。13年前のマリオカート、今更ハマりそう。オッケーオッケーオッケー。かっこいい、いい。あと直線走るだけなんで、ミスることもないでしょう。バナナケツつけちゃって、行ったでしょう。オッケー。いいねー。多分ね、2位でも結構レートもらえると思う。さあ、いくらもらえるでしょうか。はい、ということで、まあ人数少ないけど93いいね、結構もらえる。あー8000、やっぱ8400あんね、うまいわ。あでも意外と周りだったわ、ごめん、周りが意外と5000台でした。最下位の方は多分あれかな、対戦落ちかな。相手が2レース目やっていくんだけど、なんかめっちゃクッパいるんだけど。何この部屋。いやさ、マリオカートいいって言えばファンキーのイメージあるんだけど、クッパ人気だね。いやマリオ邪魔邪魔邪魔、肉団子かよ、せき止められてた。さあここはキノコ出たんで、ショットカー行きましょうか。ここ使っちゃって、お、いいね、ここ行けるかな、ちょっと待って、わからん、ここのショットカー行き方、こんな感じ、なんか違う、なんか違うけど OK。 なんか違うからいいでしょう。でさ、マリオカートがむずいわ、ちょっとテクニックが多すぎる。まあ、結構ね、このマリオカート Wii 実況はね、新規の方、初見さんとかまで見てくださってるんですけど、まあ、もしね、あのマリオカート Wii やられてますよって、オンラインやられてますよって言いましたらね、ぜひね、テクニック教えてほしいわ。わからん、マジで。何していいか。まあ、見るか動画。調べて出てくるでしょ。結構前のゲームだから。テクニックとか。でも一番大事なのは何だろう、低空かな。ジャンプアクションの低空とか結構大事だよね。待って、なんかダントツなんだけど。いいのこれ。レート9000とか8000いっぱいいるよ。勝っていいんすかこれ。勝っちゃいますよ。さあ、ここのジャンプアクション入れて。いやー、ミスるミスる。ここは最短ルートどこだっけな、こっちかな、ここ行きますと。これ、間に合わないかな、間に合わないか。さあ、ここ降りて、いやー、減速が遅い。そこもジャンプアクション、手すりもジャンプアクション、OK。いいんじゃない、あ、でも結構今のパウで詰まっちゃったな、距離。ワイオが来てる。いや、この時代さ、トゲゾウとかさ、あのマップ見ないじゃん。なんかトゲ譲りとかできないのよ。ただもうひたすら前走るしかないけど、ここも乗って、下ルートの方が速かった気がする。あんま上ルート行ってる記憶がない。さあ、ここジャンプアクションからの、ジャンプアクションいいね。これテイク出たんじゃない、だいぶ低かった。さあ、ここは、
ダッシュ版しっかり乗ってきたけど邪魔だな車。ここは乗れる、ここ乗ってからここも乗って、いいよいいよいいよ。さあラストレース、いけるいけるいける、1位やるぞ。この高齢飛びやり1位取れたら素晴らしいんではないでしょうか。さあウィリー、いやー危ねえ、いいとこ行った。あれなんかこれ回線落ちてる、大丈夫、なんかワリオ以外ついてこないんだけど。ジャンプアクション、手すりの方がね早かった気がする。普通の8号より手すりでジャンプアクション入れた方が早い。ワリオ来てるな。さあアクコーラはしっかり消しの、さあここパウしっかり軽減して、出し場ないっす、ダッシュ版でしっかりリカバリー。ワリオいるな、うまいな、やっぱ違うわ、うまい人はじわ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 来てる。このウィリー勝ちたい勝ちたい勝ちたい、このレードビアリックしたい。さあここテイク入る、いけるいけるいける、赤コーラ来てるけど、ほっ、ほっ、なんかいた、待って、いけるいけるいける、なんかいるな、何してんのマジで、こっち、うわーなんか怖いんだけど。オッケー、この部屋で1位取れたの自信つくな。まあ正直ね、プレイングとかインコースギとかなかなか甘いところが多いんですが、この部屋の1位は自信つくわ。あ、いいこと、290ももらえた、美味しすぎる。ってことで次行きましょうか。はい、ってことでラストレース DK なんちゃらジャングルやっていこうと思います。でもさ、この部屋なんか怖いんだよね。なんか回線落ちたのかなと思ってたらさ、なんか逆走とかしてきてさ、なかなか不気味な部屋なんですが頑張っていこうと思います。ここは別にそのテクニックとかなかったかな、まあ、ゴール前の行ってゴール前のショット化が若干むずいかなぐらいで、さあここショット化して、あぶれ、これインコースつけすぎたらね帰れなくなっちゃうね、この柵のせいで。さあちょっとね序盤は被弾しまくってるんですか。お、ミラーか、これミラー、これマリオカート E もちゃんとミラー出るんだね、そのレートバトルで。8トラックスはね150ミラー 200cc みたいな感じだけど、この線はねあのレート高くても 100cc とか当たるんだね。これはミラーの150かな、正直でも150って100全然わからんわ。鈍すぎる、何しろ何しろ怖い怖い怖い、マジで怖い。普通なのかなマリオカート E、 普通っぽいね、なんかそういうプレイングがみんな止まってもんな。なんでこんなことしてるかって、多分ね順位性なんですよね、アイテムが。今のエイトラックスって1位との距離が離れれば離れるほどいいアイテムが出るって感じで、例えばねこんだけ差開いてたら2位でもねスターとか出たりするんだけど、この戦はねもう完璧に順位性だから、正直前行っちゃうとねいいアイテム1個も出ないんだよね、なんか打開もできないみたいな感じになっちゃうから、多分そういうことだな、うん、多分そういうことだ、一体ぐだっちゃうと止まるみたいな、そっちの方が強いんだろうね。それにしても止まりすぎじゃない、追いつけんの、サンダー、だ使ってみるか、ワンチャンサンダーない、うわ飛びすぎ飛びすぎ、ワンチャンサンダーあったら1位も狙えるんだけど、サンダーないか、こんだけさ開いててもサンダーないって相当だな、これともキープしてんのか、キープする理由ないよな、こんだけさ開いて、怖いなこの部屋、不気味だわマジで。あ、取れんかったマジか、1位がだいぶ逃げちゃったから1位厳しそうなんですが、なんとかね2位でやっていきましょうか。まだまだしっかりかわして、ここ急だなカーブ、まあここ急だけど、このねクッパバウザー、このバイクねなかなか曲がりやすい、いい性能してるんで、まあ、このバイク強いね、スピードも速いし、1位速くね、今飛んでったな、速すぎるな、インコースついてついて、いいね、ウィリーで加速、赤ワンチャン、これ食らいません、うん、赤ワンチャン効かないから、これ飛んでないとさ3段向こうとかあったよね確か、これ何、これ最下位じゃないこれ。何してんの君たち、ショウゴ、ショウゴ1、ショウゴ3、湧きまくってる、何この、え怖いこの部屋本当に、勝負湧きまくってる。でもねこの部屋、このオンライン対戦海外の方が有志サーバー立ててるらしいんだけど、そのおかげでね、あそうなのか、そのおかげか、なんかあのチーターがね一人もいないらしい、公式がやってたやつはねもう本当にハックし放題みたいな感じでチーターがうじゃうじゃいたみたいなんだけど、このゴリゴリのなんかねサーバーのセキュリティが高いらしくて、チートとかしたら一発バンらしいから、もう、ね、全然チーターいませんということで、これは2位 OK。 怖いこの部屋。まあはい、ということでね、無事2位取れたんで今回のパートをこの辺にしようと思います。ということでこれ終わんなくねレース、ちょ待つわ、やっと終わった、スプラグに222めっちゃ美味しい、これさ7000いけるな、てかこの部屋がなんか配布部屋みたいになってたけど、はい、ということで、ね、今回のパートをこの辺にしようと思います。ぜひ皆さん、高評価、チャンネル登録、そしてコメントもね、お待ちしておるんでよろしくお願いします。ということで、ね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。